オンラインお話し会は猫です。てるいさん STU カラーのくまちゃんありがとう。くまくまんかわいいね、さっきの猫のやつうまく合わんかったけど、今日はねこれを描こうかと思って、100均で買ってきたんです。1週間の安部さん、猫ちゃんお鍋に入ってるの、ありがとうございます。やっほー、こんばんは。じゃじゃん、どう、ここに飾れる、あ、いけそう、いいじゃん。今日は何時頃まで配信しようかね。今日はとりあえず1時間ぐらいはするかな。フラペチーノさん、氷漬けタコちゃんだっけありがとうございます。バラもありがとう。そう、今日はショールームで、あ可愛い、ショールームがね STU の担当の日、 STU の日なのでね、配信しようかなと思って配信しました。ギフトを投げるとアバターがゲットできるので、皆さんぜひぜひ、もうでもみんなゲットしてるかな、コンプリートしてる方とかもいるよね。マリリンさん、はじめまして、こんばんは。今週は何がある、何があるかな。2月、今週の月21日からか。で23日明日がオンラインお話し会、明日は6と8ですね。で26日が、あ、 NHK 広島、24日ですね。15時5分からだっけ。で26日がまたオンラインお話し会、こんな感じですかね今週。猫の日、こんばんは。マモニャンさん、ニャンニャン猫ちゃんありがとう、お久しぶりです。こんな感じですかね。恋ラジ、そう、恋ラジ感謝祭もあるからね、ぜひぜひお申し込みください。ステージがあるのかな、多分恋ラジ感謝祭は何年ぶりだっけ、4年ぶり、3年ぶり開催の4年ぶり出演です。私は前いたスプラッシュっていう、今も火曜日担当してるスプラッシュっていうグループにいた時にも恋ラジ感謝祭出させてもらったので、今週こんな感じ。後ろ置いとくけど見えんとは思う。
あ、ギリ見えそう。え、アバターゲットした？すごい、アバターゲット。そうなの、前もね、4年前に、4年前って何歳、中3かなの時に出てて、恋ラジ感謝祭は。なんかこのガチャみたいなのはなんだろう、かわいいね。そう、その時はステージをやりましたね。2、3曲だったかな、歌って。で、何人か、2人ぐらいはトークコーナーみたいなのも出て楽しかったです。いつもはね、曜日ごとで分かれてるから関われない、その出演者さんとも一緒にお話できたりとかして楽しかった。そう、あの日僕隊もあるからさ、どうするんだろうなって思ってる。マスオさん50年のありがとう。ガチャガチャしたらカプセル余るでしょ。それそうな、からのカプセルなの。面白い。なおさん、はじめまして、こんばんは。今日テロップなんて入れよう。そうそう、月曜日担当のそらはさんと、水曜日担当のみちさん、 STU のね、その先輩方とも一緒に出れるので。あとはスプラメンバー、あとヒッピーさんとかメンバーのお二人とかも一緒かな。ダルさん、猫ちゃん、ありがとう。ジパングウェブさんのうなうなの記事のプレゼントキャンペーン当たった。すごい、お手紙誰が届くかな。すごい、ガチャ6つ投げた。ガチャ1個でさ、1回引けるみたいな感じ。へえ、当たらないの、レア。でも STU はさ、そんな人数多くないし確率低そう。当たらないかな。当たらないかな。お久しぶりですでしたか。STU48 の日、マイカーメンバーのバレンタインは配信で作ったあのカップケーキみたいなやつをあげました。昨日レッスンの時に渡して。そう、ブログ上がってないかな、まだ。ブログにも書いた同じようなこと。急にさん、猫ちゃん、ありがとう。そう、てるいさん50なうな、ありがとう。マイカーはそう、いつもお世話になってるので、マイカー2期は本当に特に。なので、そう、渡しました。Sさんが10年のありがとう。カピバラミキヤさん、カピバラミキヤさん、バラありがとう。あ、ブログ更新されました、よかったです。2日遅れですみません。月曜日お昼に書こうと思ってたんですが、お昼が思った以上に忙しくて。バラありがとう。明日耳つけるのかな、恥ずかしいんですけど、うなうなちゃんと猫言葉で萌え台詞。萌え台詞ですか。この前のメイドの時もね、萌え台詞何人かいたけど。猫語で萌え台詞ですか。猫語わかんないよ、あんまり。サトシンデガンスさん、ハート
ありがとう。ハート。ありがとう。青色大好きさん、レインボースターありがとうございます。青とブシルさん。合ってる読み方。はじめまして。こんばんは。そう、お話し会。髪型どうしようかな。ここら辺でツインでくるくるって巻こうかな。どう？そうしようかな。低めのツイン。ニコゴ検定準2級。なんじゃそりゃなんじゃそりゃ。語尾ににゃんでいいの。みゆさん50年のありがとう。そう、ツインに猫耳かな。明日はメイドと同じようになっちゃうね。キヨ兄さん、氷漬けのバラありがとうございます。明日は猫耳をつけてくれたら猫語でお話ししてあげるよっていう日。猫耳なかったらもう普通に普通のユナ語でお話ですだからみんな猫耳用意しててね。明日猫語でお話ししたい人は猫耳用意してつけてください。ちゃんとつけてくださいね。決まりそうね、ナナさんラストライブ一般のチケット販売も始まりましたね。3月6日までだったかな。ナナさんのラストコンサート、セーリングデイフロムナナ、英語苦手なんてタイトルだったか忘れちゃったけど、そんな感じのナナさんのラストコンサートです。そうね、ナナさん寂しい。めっちゃ優しくて、本当に優しくていつでも元気で、でもちゃんとしっかりしてて、そうだからそんな関われることなかったけど寂しいですね。だから最後のライブはみんなでちゃんと最高のものを、思い出を作ろうと思います。猫耳つけてね猫耳でも100均とかでも売っとると思うけど、どうじゃろう。猫の日じゃけん今日とか売っとんじゃないかな。猫耳、猫耳のニット帽いいよ、かわいいじゃん。猫耳のニット帽かわいい。どのお店も売り切れ。一応売ってるのは売ってるんだ。それでも売り切れかね。ナナさんいなくなっちゃうの寂しいけど、3000円くらいのちょっといい耳買っちゃったすごいすごい。ユーダのやつもさ、そんな高く、あ違う、私のは服とセットだ。猫の手を買いました。手のぬいぐるみみたいなやつを買いました。うん、かわいいね。あやさんありがとう。猫ちゃん、猫パンチ猫パンチされたいの。面白い人もいるもんだ。明日珍しく夜なんですよね。眠たくならないか心配。6時半。猫バス持ってるの。リアルお話し会じゃなくてよかったね。本当にオンラインだからお家で猫耳つければいいね。ナナさんの握手会行ってみたいな、ファンのふりして大阪のひろしだよさん、かわいい、ありがとうございます。メープルさん、レインボースターありがとう。スケーモンさんだ。
イコラブさんの歌詞バラありがとう、スケモンさん。猫猫パンチしたらタブレット倒れてちゃいけんけんバンってやったらパタンって倒れんようにせんといけん。明日は猫耳準備です、忘れないでね。めっちゃ唇の皮がむけちゃう。大阪のひろしですさん、結婚してありがとう。プレゼント届いてないかな、最近事務所に行ってなくて、ずっとレッスン場とかなんですよね。大阪のリアルお話し会申し込みました。何枚当たるかな、もしかしたら関東の時以上の枚数そうな当たるかな。おいよ、そんなにいっぱい当たるかな。大阪のあれが楽しみ、私はソロイベントが。カラオケ一人で行くならいいのかな。めっちゃカプセル、ガチャガチャのカプセル気になる気になっちゃう。カエラさん、クマちゃん、 STU のクマちゃんありがとうございます。ソロイベント何時間目かもまだ分かんないよね。当日発表だったっけ。そりゃ分からん。歌えますか、カラオケするって言ったんですよねメールに書いた。お、サイン入りポスター、そう、この前お名前書きました。おめでとう。ぜひぜひ綺麗に飾っていただけると嬉しいです。オータータイム行きますか、なんか久しぶりに配信したから。かなり前にプレゼント送った、かなり前、なんだろうプレゼント、なんのやつだろう。顔また違いが出た、アンピー、アンナちゃん、我が家にも3枚目、すごい。いつから、おもこい、独り言、へたれかな。マフラーとスカートは届いてないぞ多分。届いてない、紹介したっけ、しないよね。最後このカバンが最後かな。いつだろう、多分ね、年明けた分から届いてないと思うような気がする。事務所ですかね。しーちさん、 STU の水色ハートありがとうございます。そう、見てみるね今度。ちょっとあまりに遅かったら聞いてみる。探すのっていうか、あのなんだ、チェックするの、プレゼント、それもなんか大変みたいです。お手紙も、お手紙はこの前紹介したやつかな。お手紙これこれって、お手紙はね届いた、何名か、新谷健さんと照井さんと苔玉さん、
ファモちゃんさんは届きましたよ。それ以外はないですね。似たようなの送った。そっか、なかなかプレゼントが時間かかるみたい。マーロンさん、はじめまして、こんばんは。しんいちさん、だるまありがとう。明日見てみるね。明日多分事務所に行くから、お話し会の時に。手紙って縮めて、漢字が読めない手紙って何、縮めてかな。そう、検査というかチェックされるんですよ。なんかあのプレゼントの渡しちゃいけないものリストみたいなのがあって、家電とか、そう、あ、まとめてそう、てかまとめてなんか 1枚ずつ1通ずつの時もあるけど、なんかね、そう、大体一気に溜まって渡されますね。大阪のひろしだよさん、猫ちゃんありがとう。そう、手紙もプレゼントもチェックする方がいてくださって、その方がチェックしてから私たちの元に届くので、ちょっと時間がかかる。照井さんから明けましておめでとうございますだ明けましておめでとうございますだ。年末のイベントの感想を書きますねってやつだ。そうだそうだ、生誕祭のとか、その後にまだ送ってるかな。送ってそう。明けましておめでとうございますって1月じゃんね。ひげじいしんちゃん先生、猫ちゃんとバラありがとう。しんいちさん、ハートありがとうございます。ワインの手紙そう、良いお年を。ヤッシーさんの、ヤッシーさんのかな。お手紙ボックスにもう入れちゃったかな。おお、ペンが、よいしょ。これだって年賀状だもんな。良いお年をはもう入れちゃったかな。これ年賀状ばっかりだから、あ、俺は送ってないぞ。よかった届いたっけって思った、見逃しちゃったかと思った。こんにちは、こんばんはか。この水色ボックスがお手紙ボックスです。みんなからのお便り、お手紙がいっぱい届いております。もうね、入らんくなって2箱目を買ったんですよ。ほら見て、パンパンなのこの下にね、ちゃんと綺麗に入れてるんだけど、もうそれでも入らなくなっちゃって、こうなってます。そう、ありがとう、みんなお手紙いっぱい、マジでお手紙泣きそうになるぐらい元気になる、嬉しいのよ、マジで幸せになれます。みんなありがとう、本当に。元気がないときは読み返すね、みんなのお手紙を。そう、これラブレターだったらすごいよね超モテモテじゃん。そうそう、これね、これはプニプニさんだ。そう、お誕生日までに届くようにってわざわざ書いてくださってたのが嬉しくてそう貼ってます、そのまま。み
んなの G 見るのもなんか面白いの、人の個性って出るなって感じ。みんな違ってみんないいって感じ面白い。これとそう、もう一箱どこやったっけ、あっちか。ラブレター書けます、嬉しい、楽しみに待ってる。そう、お手紙大好き、返事書きたくなっちゃうもんお返事送りたくなっちゃう。お久しぶりです。エンジョーさんラブレターありがとうございます。 STU の日っていうのはなんかショールームで48グループ週間みたいなのがあって、で全部全チームであの曜日じゃない何日かが決まってるんですよ。今日は STU がメインの日みたいな感じですそう、ショールームのトップ画面にSTU48 デイみたいな出てくるんですよ、ショールームのね中で。お返事はお話し会で、ゆうなもお手紙書いてみんなにお話し会で伝えようかな、お手紙届いたらももにゃんさんハートありがとう、ありがとう、あいっぱいありがとうございます。歌いますか、前髪切りたいな。25日の、あ違う違う、26日のお話し会終わったら切ろうかな。髪も切りたい。27にダメか、土日は多いのかな、美容院行きたいな。髪ちょっと切ろうと思うんですけど、3月のコンサートに向けて。もう画面に映ってないでもこんぐらい、画面ぐらいまで切ろうかな、ほんとこんぐらいだけ、10センチぐらい、こんな感じ、10センチぐらい切ろうかと思っておりますみちさんめっちゃ切りましたよね、びっくりした、ツイッターで髪切ったって。こんぐらい、この画面で見えるか見えないかぐらいまで切ろうかと思いますショートはちょっと勇気が出ない、私顔でかいから、多分ボブとかにしたら多分すごいことになるんですよね。こんな感じ絶対似合わんけ、やめとこ。私もうずっと小3小4ぐらいからずっとロングだから、自分のその短かった、短い時でも肩ぐらいはずっとあって、ちっちゃい時から、だからそんな顎とかまで切ったことないからわかんない。そうだから切る勇気がない。でもね、成人式は長い髪でなんか着物に似合う髪型にしたいって思ってるから成人式までは切らないかな。だわ、そう、基本ロングフ自分の中でなんか分からん、成人式終わったら肩ぐらいにしようかな一旦。それでも20センチぐらい切るんじゃない。私来年成人式そうだっけ、そうかもしれん、19歳で成人する年かもしれん、なんかあるよね間の年が、19歳、ちっちゃい、20歳と18歳の変わる時に、
なんか成人式終わったらなんかどうでもいいかなじゃないけどなんかそう思っちゃう。そうだよね、お風呂が大変すぎてちょっと飽きてきとるっていうか嫌になっとるけん、そう、そのために短くしようかななんて思うけど、確かにヘアドネーション私できるかな、髪とか染めてないしいけるかもしれん、ストレートパーマとかかけてないしいけるのかも。ヘアドネーション20センチくらいあったらできるんかな、30センチとか。やりたい、ヘアドネーション大事だよね。最近流行ってるのかな、なんかよく聞く。お、31センチ以上、もうちょっと伸ばさなきゃだな。30センチってどんぐらい？もうちょっと分かんない、でもやってみたい、誰かのためになるんだったらいいよね。そう、ショートは絶対に合わんねん竹の定規、竹物差しだっけ、あるよね。顔またね、ボブまではいけない、絶対無理。頑張って伸ばそうかな。こんぐらい、こんぐらいで30センチあるかな。でもとりあえずはロングだな。なんか短くした時のヘアアレンジとかがわからんかも、髪の結び方がわからんかもそう、どうしたらいいんじゃろうね。難しそう。最長にロング、でも今だいぶ最長だと思う、結構。そう、見える、こんぐらい、今こんな感じ、これだいぶ最長ですねから歌おうかなって言ってばっかり、歌ってない、全然全然歌ってない。そう、いつの間にかめっちゃ伸びちゃって、最近早寝すぎるんですよ私、びっくりするぐらい早くて歌おうかな、3回目。最近そう、もう8時半とか9時ぐらいに寝るようになっちゃって、これやばい。早寝部のエースすごいでしょすごいでしょ早寝部、マジで最近早寝部すぎていけない、いけないぐらい早い。朝はまあ6時とか7時ぐらい普通、まあちょっと早いかな。めっちゃ寝るの10時間睡眠とかやばいんですよ最近、寝てばっか。成長しそう成長しちゃいそう、第4第3成長期来そう。早寝部部長最近夜更かししてるらしい。そうなん、安否安否、そうなのかい
歌いましょう。何歌う？坪井祐介さん、ハートありがとう。初期メロ初期メロ、マジでバブちゃん困った困った。私は早寝部のエースですエースです。暗闇いいよ。暗闇歌うとさ、たまに画面が本当に暗闇になるからさ。あ、そう、大阪のさ、ソロイベントあるじゃん。あの時は48以外も歌っていいよって言われたから、逆に48を一切歌わないと思ういつも歌えない曲をあの時は歌おうかと思って。太陽は水平線の彼方を目指して、 R を描き、ただ落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえてうざまでいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものを捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で。目を凝らしてみれば何かが見えてくる。あきらさん、ほっぺたぷにぷにさん、かめさんありがとう。ひげじしんりゃ先生、ペンライトありがとう。やすべさんありがとう。一度宇宙の果てで誰かに見られてる自意識。アーズさんありがとう。どこかで消えていった光を知っているのか。僕は始まってもいない。欲しいものいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけの愛の世界は。すごい思いやりばかりで説得力がない。せならばもっと生々しく、お互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ、暗闇のその中で聞こえてくるのは希望の足音か。やすべさん、だるまひきじしんちゃん先生、ハート、カメさん、音符ありがとうございます。カメとメリクリさん、音符ありがとう。防波堤の上に立って僕は叫んだ。波の音よりも大きく自分へと届くように。夜よ僕を詩人にするな、綺麗ことでは終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえてうざまでいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。
誇らしいてみれば何かが見えてくる。マモニャンさん、ヤスベさん、音符ありがとう。ヤスベさん、ミラーボール、たけるくんペンライトありがとうございます。ありがとう。ほっぺたぷにぷにさん、ハートありがとう。ハートに音符ありがとう。あやさん、拍手、パチパチパチ拍手ありがとうございます。聞こえてくるのは希望の足音か。何歌う？マイク持って歌おう。つながってないけどつながってないけど、マイク多分本当はつなげるんだよね、これ。何歌います？そう、大阪の時は48グループ以外のなんか流行りの曲とか、なるべくみんなが知ってる曲を選んだんだけど、私が歌いたい曲も入れました。まだ決定してないけど、みんなのリクエストとかツイッターで募集したじゃん。そう、あれでみんなのリクエスト見て決めました。オーマイガー、いいよ。無謀夢次行く？もう一回言って、後で忘れそう。部活帰りで油断していた、汗にまみれたジャージの上下、商店街で買ったコロッケ、ハフハフハフって頬張ってた。不意に誰かから声をかけられて振り返った、その瞬間、 Oh my God、 だってだってあなたがいた、片思い中よりによってこんな状況で、だってだって女の子だもん、バータイに可愛い私で会いたかったのに。わあ、いっぱいよ、ありがとう。たけるくんペンライト、かみさん、やすみさん、おぷまむにゃんさん、ハートありがとう。夕日の中で微笑むあなた、いつものような爽やか路線、ベタっとした髪、変なピン止め、今の私はすっぴん路線、恋をする方は後悔ばかりで、自信なんか持てないよ。 Oh my God、ずっとずっと反省会、こんな格好で会っちゃうなんて、ずっとずっと大
好きなのに、よそ行きの顔で会いたかったのに。わあ、たけるくん、猫ちゃんありがとう。猫ちゃん、あきらさん、ペンライト、ほくたぷりぷりさん、やすみさん、かめさん、オープンありがとうございます。猫ちゃんありがとう。お前がだってだってあなたがいた、よりによってこんな状況。オーマイガー、だってだって女の子だもん、可愛い私で会いたかったのに。あなたが笑う君らしくて、君らしくて好きさ。ドキドムさん、カメさん、オープン、ヤスミさん、オープン、タキルくん、ミラーボールありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。次なんだっけ、無謀夢か。ソルさん音符、こけ玉さん音符ありがとうございます。パチ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 ありがとう。あやさん拍手ありがとう。ありがとうございます。君の目の前には無限が横たわる、銀河を飲み込んだ夜明け前の海、どんな勇気出せば渡れるのだろう、遥か彼方大陸よ、本当に存在するのか、見えないものほど見たくなるんだ、自分のこの目で確かめたいんだけ、誰かの蹴りじゃ意味なんかない、若さは向こう見ず、無謀な夢は覚めることがない、まぶたの裏ずっと焼き付いてる、叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる、希望という名も言い訳しながら、そんな低い星を見てどうする、愚かなやつだと笑われたって、いたことない世界へ Go ahead。 2番踊ったことないな。たけるくん、ハート、ももにゃんさん、音符、ありがとうございます。とけたまさん、音符、ありがとう。ほぺたぷにぷにさん、かめさん、音符、ありがとう。まだ流れていない、涙に怯えるな。未来の悲しみは、後で泣けばいい。残された時間を、考え始めた時、必死に目指していた想像の島が消えてゆく、遠くのものほど欲しくなるんだ、自分の力を試したいんだろう、近くのものなんかで妥協するなよ、いつかは気づくはず、無謀な旅で大人になりなよ、計画通りなんてありえ
ないさ、トラブルだらけの遠回りだから夕焼けが美しいんだ。楽をするなと今言われたってそんな説教聞きたくないだろう。もっと手堅い夢ならばいつもと同じ景色だ。 Stay up。たやすい道など選んだら負けだ。根拠はなくても自信があればいい。挫折の時には味わってみろ。人生は長い。無謀な夢は覚めることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。無謀な夢を後悔するな。傷ついた分だけ強くなるさ。孤独の道で誰かと出会ってたくさんの愛を知った。もしもう一度やり直したってまた同じ選択をするだろう。人は無謀な夢を見て新しい世界を生きる。 Go ahead。 無謀夢でした。どっから読んでないんだろう。ありがとうございます。たくさんギフト。たけるくんペンライト、ももちゃんさんハート、やすべさん、たけるくんミラーボール、こけだまさんアーツさん音符。ありがとうございます。やすべさん音符、ありがとう。お、アイコン。あ、ほんとだ。川又優奈だ。すごい。当てれましたか？おめでとうございます。あゆさん拍手ありがとう。パチパチパチありがとうございます。人は無謀はな夢を見て新しい世界を生きる。お、大阪ありがとうございます。お話し会ね、直接会えるお話し会で、ね、めっちゃマイクにこうなんていうん、こうやって近づいてね喋ってもらわんとね聞こえんのんよね、ほんまにごめんね。マイクがね難しいのよ。そう、うまく接続がなんかよくわかんないけど聞こえにくいの。こっちも多分、あっちもだけど、みんなもだよね多分。こうやってめっちゃマイクに近づいて喋ります。そう、ラジオネームあるんかな。あれ、マイカー公園のラジオネーム、レディオネームなさそう。ないですね。あの曲楽しいよね。ね、スペイベン時なんか、あれもでもコロナの時だったよね。めっちゃ近くで話せた。公演曲はないのか。てて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 。スノボアバター20個あったけどユナユナの当たらない。なんで20個当たったらあと何、あと半分ぐらい。
お、もう1時間ぐらい配信してる。じゃああと2、3曲で終わろうかな。何歌う？何歌う？明日は寒くなるんだって。天気アプリの通知が来た。どうしよっかなー。どうしようかな。重こいペダルで終わろうかな。重こいリクエストが多かった。またカラオケ配信するさ、多分。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。大阪のひろしでさん、レインボースターありがとう。神さん、音符ありがとう。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように。臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっとさっきを遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたけ、うまくいってるのになぜか不安でいっぱいだ。初恋は誰もみんな続かないらしい。何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に振り返れば今日のことを思い出すよ。もうこんな出会いはきっとできないだろう。やっと夢が叶ったと思った
これから先のこと考えたくなる。君と絶対離れたくない。いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように。いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。優しく微笑む大切な君と約束したいんだ。忘れはしない。ありがとうございます。ありがとう。じゃあラストはペダル。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。そろそろこのあたりで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでいるのか。ただがむしゃらに理由聞いたとこで何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンス遠ざかるもの。太陽は沈み星が輝いて、明日のその道を照らすよ。次は今日は配信ありがとうございました。見てくださってありがとうございました。明日は猫耳でお話し会待ってます。生きることはペダルを踏み続けること。誰も苦しいものだ。自分のためだと答えは出ている。どんな道のりも人生だ。ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。ありがとうございます。
ペンライト、ハート、音符いっぱいギフトありがとうございます。ペダルと車輪と来た道とでした。拍手もありがとう。パチパチパチもありがとうございます。ありがとう。そう、明日のオンラインお話し会は猫耳をつけてお話ししましょう。そして26日のお話し会はサンフレの開幕戦デートということで私はサンフレのユニフォームを着るんですけど、なんかみんなも好きなスポーツとか持ってるユニフォームあったらぜひぜひ着てからお話ししましょう。猫耳つけてなかったら普通に夜な語でお話です。猫耳つけてたら猫語でお話できますどっちでもいい。そう、開幕戦デート、デート風なコーデをしますので、あんまおしゃれじゃないかもしれんけどサンフレバリバリでそう、なんでもいいですよ。ユニフォーム全然広島気にしなくて大丈夫。地元の野球とかサッカーとかバスケとか、なんかハンドボールとか何でもいいよ。バレーボールとかでもお好きなチームがあったらぜひそこのユニフォームを着て紹介してくださいそれでは今日の配信は終わりますかね。ランキングいきます。13位、青色大好きさん。12位、パトパトさんパトパトさん。11位、ヤッシーさん。10位、マモニャンさん。9位、ハトさん。8位、アキラさん。7位、カメさん。6位、ミユさん。5位、ナスノさん。4位、テルイさん。3位、ヤスベイさん。2位、アヤさん。1位、タケルくん。はーい、壇上の皆さんありがとうございます。ありがとう。ラグビーでもいいよ。水球も良き。ありがとうございます。それでは今日は1時間カラオケ配信をしました。来てくださった皆さんありがとうございました。多分明日も私夕方からなのでお昼とかに配信するかなって思ってます。多分30分ぐらいでも配信しようかなとはちょっと考えてる。はい、それではありがとうございました。今日もお疲れ、ありがとう。たけるくんありがとう。それでは今日の配信も見に来てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さーん、はーい、ありがとう。それでは配信終わります。ありがとうございました。明日もメールでまたお知らせします。それでは終わります。ありがとうございました。 5、4、3、2、1、 川またねー。ありがとうございました。川またね。ブログもぜひぜひ読んでください。ありがとう。おやすみなさい。川またねー。